平成20年2月26日火曜日に、阿蘇市役所市聴室で阿蘇高校生徒会から車椅子の贈呈が行われました。阿蘇市社会福祉協議会様、寄贈、品名、会場用車椅子阿蘇高校の生徒たちは、今年の学校テーマである地域とともに活力ある阿蘇高校をモットーに取り組んでおり、地域へ感謝の意を込めて恩返しができないかとのことから、